どうもこんにちは、太郎です。総腕バンド結成期続きやっていきたいと思います。チラシを配ろうってところですね。でもここまでさ、めちゃくちゃ長かったですねもうさ、ただのチラシ配りでは終わらないっていうね、さすが東方ロスソードだと思いました。行きましょうか。チラシ配り、さぞ思いのこもったチラシ配りが見れるんじゃないかなと思ってますが、一枚一枚めちゃくちゃ大事に配るんじゃないかなこんな苦労してさ、チラシ作ったらさ、マジ捨てんなよってなんかなりながら配りそう。材料もいろいろ揃った。だいぶ完成までのプランが見えてきたな。で、会場これ作ったの？すごくない？場所も完成予定日も固まってきたしね、そろそろチラシを書いて配っておこうよ。告知が大事だってことを最初に学んだもんな。いいんじゃないかしら。時間の有効活用になるし、期日も決まればやる気も出るからね。宣伝もそうだけど、お世話になったみんなへの報告にもってつけよう。そう、もうね、一人じゃここまで来れなかったみたいなの、俺たちだけじゃここまで絶対来れなかった。これいろんな人のお世話になった。早いとこ書き上げちゃおっか。図案、私の方で原案があるな。ここからみんなの意見を取り入れたいんだけど。心さ、すごいなんか自分の中でいっぱい案があって偉いね、いつも。準備が早いわね。ぜひとも見せてちょうだい。もちろんだとも。これで確定したら、木板を掘ってチラシをすり始め、あ、そっか。そうだよな。コピー機とかさ、印刷機ないもんな。版画みたいな感じ。行くかい。これね、練習してんのかな。思いのほか順調に進んだね。やっぱりみんなで協力する。あ、そういうことか。配ってきたーみたいな感じか。今なんかさ、てっきりさ、白霊神社でさ、勝手に練習しちゃって霊夢が出てくるみたいな、そんな展開を今想像してしまったけど。配った後ね、白霊神社で最後、おお、霊夢も誘ってあげる。霊夢やーい、いない。この辺りに貼っておけば目につくだろう。マジで？あいつなんだ？出てこないの？貼る前に許可もらえないって、なんかさ、お札みたいな感じでさ、貼られてさ、めっちゃおもろくない？神社に貼るって言ったらお札だよな。皆さん揃って何してるんですか？あうんだ。来たな。ちょっとどういうこと？あなたの許可じゃダメだったの？権限ないっすよ。居候だから俺、ただの。断りは私か霊夢さんに直接入れてください。勝手なことをされると霊夢さんにも迷惑かかります。こう勝手にさ、なんかあの、神社中に張りまくってさ、すげえ怒られたりとかしておもろいだよね。改めて申し入れよう。神社にチラシを貼らせてほしい。言いたいことはわかりますよ。でも、二つ返事というわけにも。なんとか。めっちゃ頑張ったんよ。何勝手に貼り直そうとしてるんですか？ダメ？断り売れたらいいってさっき言ってただろう。たった今頼んだから OK かなって。心も強いね。もう前しか向いてないから、心は。そこをなんとかお願い。できる限り条件は飲むから。お前に来るから。私は弾幕勝負です。縁か、それで。お前、いいんか？つかの間の踊り、一緒に楽しみましょう。あ、うん、かわいいっすね。勝てたら私から霊夢さんにお願いしておきます。ずっと張っててもらいたいっすね。バッテン承知だ。なんかいいじゃん、この曲。さあ、初代のミョウガ、ビハインドユー。ペシ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 、これが笹？竹とは違うよって言ってた笹ですか、これが。そうやな、普通に反対で。みんなの能楽始まるよ。この子は、お、いいじゃん。頑張れ頑張れ。さあ、招待ミョウガ、頑張れ頑張れ。ダメ、疲れる疲労の目、倒せぬあと9戦結構強いな。スキルはちょっと残ってるね。助かる。
けてる。ごめん、疲れる疲労の目。 OK、 なかなか強いですね。お願いしてください。無理言ってすまない。ネイマたちにもぜひ来てほしかったんだ。来てほしかったですか。やった、大勝利。このまま朝まで踊り明かそう。来てくれたら嬉しいね。そういう事情でしたか。分かってくれた。私たちもやり方が悪かったわ。誰もいないからって適当に張っていい理由にはならないわよね。真面目だな。今日はおあいこですかね。さっきまでのいざこざ水に流しましょう。じゃあいっぱい張っていこう。ペタ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 っつってさ。それじゃあ切り替えていくとして、このチラシレイムさんたちにもよろしく。よろしく頼むよ。待ってるよ。何やともあれ一件落着。チラシ配り終わった。これただでさえ今日は暑いのに余計な冷や汗かいてしまったわ。暑い日が続いてますからね、皆さん体調には気をつけてください。なんかさ、やったら暑い暑い言うよな。なんかあるか、もしかして途中で倒れてしまう子がいるんじゃないか。取材取材が来た。行こうか。なんかあやと旗手なんじゃないかな。ろくでもない取材が始まる気がする。あやと旗手以外でさ、なんか取材する人いるのかな。ごたごたあったけど宣伝も終わった。本番までステージを作るだけだ。練習員か。計画通りにやれば間に合うはずよ。設営も自分たちでやるっていう、すごいね。気合入れていこう。頑張ろう。張り切っていくよ姉さん。任せてちょうだい、八つ橋。どうすか？基礎はこんなところか？鉄骨の組み上げに入るとするかな？なんかさ、ここのセリフだけ読んだらさ、バンド結成期っていうさ、イベントなんかみたいな、わかる人いないだろ。ここでバンドの話だってわかるやついたらすごいな。ちょっと待って、誰かこっちに来てるみたい。お、来るか。誰だ、旗手か。あやじゃなくて旗手。俺もあやかと思った。こんにちは、旗手です。あなたたちが最近噂のマスクドダンサーリベリオンよね。なんか嫌な予感しかしないよな、こいつらが来るとさ。ベンベンもちょっとさ嫌がってんじゃん。って、こいつの取材受けんのみたいな。新しくバンド結成したって聞いてね、まだ面接もできなかったし、流行の前触れかと思ってきたのよ。私たちはビッグになりますよ。もしかして取材？申し訳ないんだけど、みたいな通り、私たち作業中なんだよ。そうそうそう。ガチの作業中だから。ガチ作業。ちょっとこの人を運ぶところだから話はまた後で、よいしょ。話を聞いてくれないっていう。お前も手伝え、旗手。あなたたちってバンドなんだよね。なんでそんなことしてるの。誰もが思ってたことをようやく言うやつがいたか。今まで誰も言わなかったよね、なぜか。それは私たちの手でライブを完成させるためさ。いろいろあって割と正念場なんだよね。そうだよ。結成するさ、最初からやっぱ話さないとね、こうなった理由は説明できない。今は作業で忙しいんだよ。完成するまでそんな暇ないかな、と。練習そっちなきゃ。やっぱ練習どころじゃなかったか。ちょっと練習してないっていう。これじゃあ取材にならないじゃない。せっかくあやよりも先に来れたんだから、少しは協力してよ。じゃあお前手伝え。私たちで対応しましょう。弾幕勝負で勝てたら応じてあげるってことで。負けたら黙って僕らの作業を記事にするってことで。作業を記事にするって全然絵にならんがいいか。いくか。戦いの幕は。めっちゃおもろいな。おのがめ。行きましょう。まい。うん。フロアを沸かせるよ。その手があった。心はちょっと温存。
最新の一曲コトフ、諸行無常のコトの音、サソフ、カナバタスターフェスティバル、サソフってこい、ソーロ、あいさか、17,000、結構強いですね。はい。この子さ、あれだね、拡散でさ、星ブレイクできるのめっちゃ良くない？ココロンちょっと使うか。うーん。リーダーのちょっと本気を。みんなの能楽始まるよ。行くぜ。仮面闘神暗黒能楽。真剣なのでこっちは。何をその強さ、マジで悔しいんだけど、本気だから、ね。約束約束だからね。それじゃあ僕らもそろそろ作業に戻るから、ちょっとおもろいな。バンドの話やねんかっつって写真撮った。どんな記事にするんだこいつ。衣装は確かにバンドのそれだけど、着替えた方がいいよね。最高、おとなしくなって捨てられないね。はい、ステージを作ろう、作りましょう。行くか。なんか手作りって言ってもさ、限度があるけどさ、限度超えてきたよなこいつら。こんなところかな。ま、なんだかんだでいい記事になりそうね。すげえな、その記事マジで読ませてくれ。どうやっていい記事にするんだこの状況。それじゃあ早速帰ってまとめてくるから。まあ宣伝にもなっていいかもしれないね。好印象、それは良かった。おかげでこっちも順調に進んでるぞ。みんな頑張ってて偉い。こっちの鉄骨もちゃんと組み上がったよ。そっちはどう？もちろんバッチリ。ベンベンたちの方は？こちらも問題ない。四つ橋はかなり張り切ってくれた。四つ橋、設営得意かお前。選んだ竹が良かった。選んだ竹が良かった。と、こんな感じだな。私たちのステージ完成まであと一息。頑張っていくぞー、頑張ろう。練習できるんじゃない、そろそろ。とっと僕たちのステージができたぞー。なんかもうこれでさ、終わってもいいぐらいの達成感こいつら。ほらエンディングみたいになってるこれ。みんなよく頑張ってくれた。私もすごく嬉しいぞ。だけど、まだ最後のテストが残っているわ。早速試してみましょう。なんだ？なんかライトとか、そういうのかな？私たちも早速、お！超弦。バッチリの音色に仕上げる。私は今、とても感動しているのかもしれない。泣いちゃってんじゃん、心。夢が形になってよかった。これだけ立派にできたんだ。きっとこのテストも乗り切れるはず。リハーサルみたいな感じかな。うわぁ。なんだ？大丈夫？何？ステージが不安定、まさか。どうしたんだ？この床、すごく滑るよ。なんなのさ、これ。あらん。演奏の時に動きやすいようにって考えたんだけど。滑りを良くされた。だからってこれはやりすぎよ。踊る私たちのこともちゃんと考えたの？何よ、当たり前じゃない。そういう舞たちこそ音響のこと深く考えずに立ててないかしら？おい。ステージのこれ雲行きが怪しいぞ。こっちに一言ぐらい言ってほしかったわね。ちょっと反響が大きすぎる。これじゃあ。まさかの仲間、あれこれ、久しぶりに来る会社の危機なんじゃない？喧嘩じゃないよ。僕たちの問題点を指摘してるだけだ。仲良くせい。それにしても少しは偉そうなんじゃないかしら。私たちの指摘も踏まえてその態度なんですよ。いかんすよ、これ。心をなんとかしないと。本当に喧嘩。全く聞く耳を持ってくれない。どうにかして仲裁を。少し心苦しいけど、一度弾幕勝負に持ち込まざるを得ない。
っと冷静になってもらおう。戦うのは妖精たちなんだ。バンドメンバーと戦うのかと思った。ちょっと待った、これちょっと勝てないか。これじゃあ普通に頑張るか。そうだな、ステッカー4枚じゃあたくさん押してしまうな。それみんなの能爆始まるの。こうかな、やるじゃん。わかるか、倒せねー。私の音聞け。ちょっとだけブーストすればよかったかな。あと3500。あ、これ集中使ったらいけんじゃない。バッテン承知だ。なるほど、私の音聞け。どうだ、お、いけんじゃん。ナイス。手取りの自宅は何だっけ。あ、来たね、前。あとのブーストして、回復か。全体で1回打っときましょうか。みんなの能爆始まるよ。それ今ちょっと強く温存で。なるほど、基準地を入れ。オッケーオッケー、私の音を聞け。ギリギリだった。里の倒せそうっすね。オッケー、私の音を聞け。それ、里の成敗66の面立ちよ。さあ来た、ベンベン八つ橋。これ二人ともベンベンは土に耐性があるのか。ああ全体で打つのもあれなんだが、ちょっとブーストなしで一回ちょっと貯めるか。その手があったか。それ、この子はどうだ。ちょっと溜めてもいいかもな、こっちも。オッケー、私の音聞け。そうだ、ギリギリだと。あ、オッケー。もうちょっと溜めたいですね。これじゃあちょっとまだ5、優しく2ブースト。全体どれくらい軽く出るかな。おおおおおお、ちょっと強いじゃん。倒した、3。これならいけるんじゃないでしょうか。心倒してくるかな。星が入ってるからいけるかもね。みんなの能楽始まるよ。はい、会心の一曲奏曲、下克上レクイエム。みんな落ち着いたか。言いたい気持ちは分かるが、とにかく現状の改善を優先しよう。めちゃくちゃ冷静心。余計な仕事が増えちゃった。まだ喧嘩してる。分かったから、とにかく作業を続けよう。ここまでさ、培ってきた絆が、そう、せっかくの気持ちに日々が。本当の会社の危機。どうなっちまうんだ、会社の危機。マジで危ないやつだな、これ。もう一話行きましょうか、会社の危機。本当にピンチだと思う。気になるよな、どうなっちゃうんだ。さっきの喧嘩がさ、まださ、響いてっかな。滑り収まった？なんとかなった。今更の話だけど、適材適所の配置になった。この雰囲気でライブしてもさ、ちょっと楽しくないんじゃない？音響の調子どう？いい感じ。もう少し柔らかくできれば修正完了。自分たちでできるの偉いね。ギスギスしてる。一気にバラバラになってきちゃってるよ。心。大丈夫かな、本当に。あなたも後でチェックしておいてね。音響テスト終わった。あなたの調子を見ておいてちょうだい。もちろんだとも。
こんないたたまれない気持ちになるなんて思ってたのと食い違っていく。ここまでさ、めっちゃ頑張ってきたのにさ、心のバンドだな。なんとかしてあげたいっすね。なんかきっかけが、お！ずいぶんとのんびりした雰囲気じゃないか。お前たち何してんだ？おい！これは！最高のイベントになったかもしれない、今回これで。セイザー？真剣に悩んでるっていうのに、のんびりと言ってくれな。心、分かってない、こいつ、セイザーのこと。私たちはバンドのために必死なんだ。バンド？ああ、最近あちこちで話題になってるやつか。あれってお前たちのことか？めっちゃいいじゃん。私たちがマスクドダンサーリベリアンだ。まさかここまで話題になってるとはな。そうそう、チラシにもそう書いてあった。なかなかつまんなそうなことやってるよな。ああ心、つまんなそうだとお前わざわざそんなこと言いに来たのか。聖者聖者がそう言うってことは、来てみればどうだい。お前たちずいぶんと楽しそうにやってるんだな。ねね、ただでさえ少年場だっていうのに、私たちをコケにしようって。落ち着くんだ、心。心めっちゃ怒ってる、まさか。あなたが不安に思うのもわかるけど、ここで起動って言って相手の思うつぼよ。大体姉さんに言われちゃった。みんな、これで仲良くなるんじゃない？せいじゃ何もわかってないっていう。お前ら本当に仲悪いんだな。そんなんでうまくいくのかね。みんながみんなそれぞれのことを考えて行動してるんだ。心。聖者が意外と役に立ってるっていうか、なんか変な感じでいい感じに作用したね。お前ら最高につまんないな。望み通りステージごとひっくり返してやる。え、ダンマック勝負すんの？またりー、誰か来た。お、こいつは聖者の仲良しの。聖者は天邪鬼だから本心とは逆のことを言ってるんだ。あー、ちゃんと説明してくれた。神妙丸、なんだよ神妙丸のやつ、余計なこと言いやがって。いいじゃん、せいじゃん。改めて話を聞き直さないといけない。そうね。もう一回頼むってなるな、これ。ややこしいな。はい。大変だったね。解散の危機で、本当の解散の危機みたいになってめちゃくちゃ心配だったけど、よかったわ。てか、せいじゃんも出てきて、ちょっと今回神イベントを確定ということで、続きはまた気になりますが、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。